いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は、誘導と、予備電池内蔵のものと、予備電池が内蔵されていないもの、電源別置型ですが、こちらのですね、誘導灯を、施工して、その違いについて確認していきます。こちらの方はですね、予備電池内蔵のですね、誘導灯、こちらですね、予備電池が内蔵されていない電源別置型のですね、誘導灯になります。違いなんですが、こちらですね、予備電池ありますが、こちらにはですね、予備電池はついてません。同じ CQ です。ただですね、予備電池取り付けしていきます。外します。はい、予備電池取り付けします。はい、取り付け完了。そしたらですね、施工していきます。まだこちらの方、電源はですね入れてません。動画設定のためにですね、コンセントから電源を取ってます。表示板つけていきます。カセット式のランプつけていきます。そしたらですね、これで今から電源の方ですね、それぞれ入れていきます。でですね、電源オンしていきます。はい、電源オン。それぞれですね、誘導灯、電源が入って、点灯しました。それでですね、こちらが、予備電池内蔵のもの、こちらはですね、予備電池が内蔵されてないものなんですが、今からですね、この常用電源を、今コンセントが取ってるんですが、遮断してですね、違いについて見ていきます。遮断すると、予備電池内蔵のものは予備電池起動でですね、点灯しますが、予備電池別置型のものについて、電池別置型のものについてはですね、非常電源別置型については消灯しますのでご確認ください。じゃあまずですね、予備電池内蔵の方から遮断していきます。はい、遮断。予備電池起動、電池別置型遮断していきます。はい、遮断消灯。こういった形でですね、こちら予備電池内蔵ですので点灯しますが、こちらですね、電源別置型なので、点灯はしません。なおですね、こちらの配線になるんですが、電源ですね、別置型については、こちらの配線が、非常電源とつながる形になるので、熱に強いですね、耐火配線でですね、施工する必要があります。